お父さんの仕事はいわゆる胎内川の神様だ。人口を増やせば俺も出世できるんだから。やっぱりお父さんは神様としての自覚がなさすぎる。何も考えずにぶつかってみろってこと。好きな人のためにか。それこそみんなに何て言われるか。でもこのままじゃみんな好きな人と一緒になれないよ。それが時代の流れなんじゃないの。だけどもし運命の恋人同士がお父さんのせいで離れ離れになっちゃったら、それは悲しい話だと思わない？沙織は運命の二人見つけたらどうするつもり？二人が結ばれるように手助けする。そんなことしたらお父さん怒るかも。別に怒られたって。例えば沙織の守った幸せが最終的に残酷な結末になったとしたら、それでも意義があるって言える？それも含めて幸せだったら。結婚なんて不幸の始まり、悪魔の発明なんだ。俺は人々を結婚から救おうとしたんだ。あの人と結婚してたら全然違う幸せがあったと思うよ。